動企画みたいな。はい。はい。なので、始めさせていただきます。お願いします。まあ、高校サッカーで、まあ、自分が山梨学院で、龍馬が前橋育英高校だったんですけど、まあ、その対戦、プリンスリーグだっけ、プリンスリーグで対戦したりとかもしてたんで、まあ、ある程度知ってましたし、まあ、龍馬に関してはもう、全高校サッカー選手、全員知ってたぐらい、ブイブイ言わしてたんで、言い方、まあ、自分も知ってましたし、で最後、結局、選手権で龍馬に敗れて、敗退するっていうのも あったんで、そういう意味ではいろいろつながりがあると思います。僕らは山梨勝てば優勝できるねってみんなで言ってたぐらい重要な試合だったんで、すごい今でも鮮明に覚えてますけど、まあ剛と、まあ、もう一人選手いたんで、その二人どう崩すかだねって言ってるのも今でも覚えてるし、まあ、それがあっての高校選抜だったんで、まあ、結構一緒にいる時間長かったっていうのも、まあ、いい思い出かなと思ってます。2人とも2番手キッカーで同じタイミングで決めてるんで、こいつチップキックしましたこいつチップキックしました PK 可燃化みたいなことを選手権のベスト16の場面でかましてきましたでも今でも覚えてるってことはもうやりやがったなって思いましたよ俺は。そのマインドは PK 横並ぶじゃないですか、センターサークルのところに、で今セレッソの坂本達弘となんか言ってたんですよね、ちょパネンカしてみようよみたいな、なんかそういう話でお前どうせできねえだろうみたいな感じ言われたからしたっていうのを覚えてますね。なんかそんなんだった気がします。なんか飯とか言ってたね。そうだから龍馬がドイツ行ってたんで、ドイツから帰ってきて飯行ったりとか、まあ、ドイツいる時に連絡取って、まあ、元気にしてるみたいな感じのことはありました。何がなんすかね、確かにあんまないかもしんないですけど、なんなんですかね、よく分かんないですけど、まあでも連絡は取って、まあ、僕連絡取る人あんまいないんで、そんなに頻繁に連絡取る人じゃないからあれなんですけど、だからこそなんか連絡取ってた人は意外と覚えてたりしますね。まあ、サッカーは見れば分かってる部分もあったんですけど、まあ、そういう部分ちょっと聞いたりとか、選手のこと聞いたりとかっていうのは、まあ基本的にそんな感じになるんじゃないかなっていう感じですけど。いやまあ正直最初来るって言った時に、いや俺は会ってないと思ったんですよね。いや俺が見て高校の時に見てたプレースタイルはもう上手い系でこうなんかいなす感じのプレイヤーだったんで、まあ東京来たら守備求められるじゃないですか、やっぱどこのポジションも。だからもう絶対会ってないなと思って、多分会ってないよと思うよって言ったっけ、言ったよね、言ったら、いや俺はもう変わったんだ俺生まれ変わったんだみたいな感じで、もう守備の選手になったからみたいな感じ言ってて、まあ、じゃあそれだったらもう会うと思うし、まあ、それこそまあ多分あと怖い先輩いないかとか、なんか結構人見知りだから、そういう先輩たちのこうなんていうんだろう、性格とかも気になったらしくて、とりあえずいないしいい人たちだよって言ったら、じゃあ行こうかなみたいな感じでしたそりゃもちろんいい人って言われても、さすがにちょっと僕から話しに行くことはなかなかできないんで、まあ、でも打ち解けることができたら話に行けるし普通に話せるんで、まあ、だいぶそうですね、そういうところまで徐々に行けてるんじゃないかなと思います。いやもうめちゃくちゃ手助けしましたよ、もう馴染めたら俺のおかげでしょ絶対。そうだ、いや間違いないってぐらい、まあこれ、まあ、一応その先輩方に仲良くしてもらってるんで、なんかあるたびに、じゃあ龍馬もいいっすかみたいな感じで、とりあえず龍馬ひっつけとけば、その、まあ、自然と輪に入るというか感じだったし、まあ、やっぱ先輩たちも気遣って、こう新加入選手とかにはこう
来るみたいな感じで言ってくれる人たちなんで、まあ、そういうのがあって、うん、だいぶ打ち解けれてたんじゃないかなと思います。あのドイツに最初行った時に J リーグのチームの練習参加は何チームかしてたんで、スピード感とか強度とかそういうのはなんとなく頭の中にあって、でいざドイツ行ったってなったら全然違うものを求められたりとか、スピード感も違うし、ボールスピードも違うって中でやるってなったら、やっぱり走れる体力だったりとか、スプリント回数、スプリント走れる体力っていうのをつけなきゃいけなくて、まず最初そこで大きな壁に立ちはだかって、みんなのペースについていこうとしても前半も持たなかったりっていうのが当時一番最初の試合とかそういうのが多くて、前半で変えられるっていうことが何回かあったりとか、でそこでこの強度についていかなきゃいけないってなって、ちょっとプレースタイル改めたりとか、守備の強度を重視しようとか、もっと走れるようになろうって思ったのがきっかけだったと思います。いや、なんか変わったというよりは、その高校とかの見てきたプレーになんかプラスアルファで、いや守備とか走ったりとか、まあ、スプリントで戦ったりとか、そういうなんか違う力が加わったというか、まあまあ、自分はあのプレースタイルでもあのなんだろう世界でもやっていけるって思ったけど、まあ、それ以上にもっとこうでかくなって帰ってきたなっていう感じは、はい、見てて今見てても思います。まあ、もう完璧かもしれない戦えて走れてで点取れてでまあさばけて、もう結構まあ活躍できるんじゃないかなと思います。まあでもどこでもできそうですけどね。まあサイドだったら結局運動量すごい求められるし、まあ、攻撃だけじゃなくて守備もしないと務まらないポジションなんで、まあ、そこは人一倍走んないといけないなって感じるんで、そのやっぱ守備してからの攻撃に移るやっぱ体力っていうのはないとできないし、まあ、そういうのはやっぱディエゴとかはなんか慣れてる部分があるんで、まあ、そういうのを見習えば全然サイドでもできると思うし、まあ、インサイドハーフはもともと自分はインサイドハーフでやるのかなって思ってたんで、うん、まあ、さばいたりともできるし、うん、まあ、どこでも大丈夫なんだと思います。いや、でももともと身体能力あるなって僕は思ってたし、ヘディングも高いし、なんかそれより、まあ、それはもともとしてたんであれなんですけど、それよりなんかあの人についてくスピードっていうのは速いなってすごい思ったのを覚えてて、かわされても結局ついてくるっていうのが多分そこの速さだと思うんですけど、なんかそれはすごい感じたし、カバーリングの速さとかそういう なんていうのちょっとしたその一瞬の動きのスピード感っていうのはすごい全然違うなって思いました。それ実際にあれ 対面してとかトレーニング対面っていうので覚えてないですけど、外から見てたりとか、うん、なんかそういうのはやっぱ見てる方が感じること多いかなって僕は思うんで、やるよりも、そういうプレイヤーなんでそっちで今年は行きます対人の部分もそうだしカバーリングの部分ももともと自分としてはこうストロングとして持ってやってきてるつもりなんで、うん、もっともっとこう上げないといけないんですけど、まあ、そういうのも今年出していけたらいいなと思います。まあ、やっぱ考えすぎたら良くないってことが結果考えすぎないっていうのに行き着いたので、まあ、シーズン終盤ちょっと自分の中でもコンディションすごいいいな、まあ、動きもすごい良くなってきたなって感じてた時はやっぱもうまあこうキャプテンマーク巻いてたんでいろいろ考えることはあったんですけど、そういうのじゃなくて、まあ、まず自分のプレーをやろうっていう、こうシフトチェンジしてからだいぶ、うん、プレーも安定してあのクオリティも上がってきてたんで、そういう意味ではあのキャプテンらしいことを、まあ、することも大事なんですけど、
まあ、自分らしい引っ張り方っていうのがあると思うんで、プレーで見せていけたらいいなと思います。まあよく言えば全員抜いて決めてほしいですけどまあそれはそういうことじゃないでしょ。そういうことじゃないでしょ。そういうじゃなくてまああのやっぱ去年多分10得点いってる選手いなかったのかな。あーそうね、リーグ戦で、うん、やっぱりこう後ろとしては一人の人がこうバンバン取ってくれるっていうのはすごい、はいはい、あのありがたいし、相手にいてもやっぱそいつを抑えないといけないってなるといろいろ仕事も増えるんで、まあ、そういう意味ではこう、ね、日本人で2桁 J1 で来てルーキーでどう厳しい変えようかじゃあ2桁で2桁か全員抜きで1ゴール僕はまあもう強しは中心的な選手なんで、そのなんていうんですかね、個人のことっていうことじゃなくて、やっぱりどれだけそのチームをまとめていけるかとか、そのチームでの失点数っていうところに多分すごい重要なものを担ってると思うんで、まあ、チーム全体のその失点数をまあ少なくっていうところはやっぱりお願いしたいなっていうのは思います。38以下ね38以下で、それはまあ間違いなく、ね、言ってたんで、今日もミーティングって言ってたんですけど、そういうところはやっぱり少なければ少ないだけいいんで、どれだけ少なくできるかっていうところはやっぱ期待しつつお願いしたいなと思います。